こんにちは、アバブバイクストア須崎です。いつもお世話になっております。今日はいよいよミッドナイトスペシャル入ってきましたのでご紹介させていただきます。ミッドナイトスペシャルの特徴とどういうところで皆さんを引きつけるのか、そのあたりをご紹介します。はい、いつも動画をご覧いただきありがとうございます。アバブバイクビジョンズではスチールのバイク、カスタムのバイク、ハンドメイドのバイク、スタイルのある自転車をご紹介することを得意としてやらせていただいております。今までに取りためたアーカイブスは今まで600本って言ってたんですけど、この間数えたら700本ありました。ぜひ 1,2 本見ていただいて、面白かったよって思っていただける方はぜひグッドボタンとチャンネル登録をご活用ください。それでは今日は皆さん大好き、大変ご支持をいただいているミッドナイトスペシャル、そちらをご紹介させていただこうと思います。どうぞ。ミッドナイトスペシャルのすごく人気なポイントっていうのをできるだけこう僕の思ってる範囲でお伝えしていこうかなと思うんですけれども、カラーリング、はい、ライラック、メタリックライラックっていうお色で、これは46っていう風なバランスです。で、50がやっぱり人気があるサイズなんですけれども、46だとこういう風な少しスローピングが入っている感じで、50だと46の上は50なんですけど、ほぼホリゾンタルになる感じ、54になるとホリゾンタルです。46っていうサイズで見てもまあまあプロポーションはとても良くて、で、なんで46から突然に50になるかというと、マルチポジションっていう特徴になっています。それは、ここのホリゾンタルをキープというよりかは、この形、股下が長い人とか短い人とか、もう全部最近は股下で選んで、あとはステムの長さだったりハンドルの深さだったり、ディープ、送り、リーチ、そのあたりとか幅、いろんなものの多様性を認めていくっていう風な部分で、ミッドナイトスペシャルっていうのはロードプラスというカテゴリーを作ってきました。だから太いタイヤも入りますし、 700C でもちゃんと動きます。いっぱい喋れるんで矢継ぎ早に行きますよ。シートの角度みたいなものが46と50ではちょっと違ってくるのかなという風な印象。普通の、バイクで考えたらセットバック量を増やしたりとか、ポジションみたいなものについてもいろいろ探り探りいくと思うんですけれども、46の次が50っていう風になってるところは、もうほぼほぼ股下で選んで、ご自身の中で、乗れるなって思えるプロポーションというか、乗れるなって思うサイズを選択されるのがよろしいかなと思います。特に最近のグラベルバイクって言われるような、カテゴリーのものは、あとツーリングバイクって言われるようなカテゴリーのものは、ダートを走った時にある程度こうトップチューブがね、低い方が、取り回しがいいとかいろいろあるんですけど、たくさんバックをつけたりとかするとやっぱりフレーム大きい方が安定するとかね、いろいろ皆さんの用途があると思うんですよ。その用途に合わせて設定を作っていくっていうのがよろしいかなと思います。大里さんが乗ってるの54っていうサイズですね。52でしたっけ、4ですよね。結構この50の次が54っていう感じなんですけれども、やっぱりかっこいいんですよね。で、皆さんのこだわりがすごく詰まっていて、とてもかっこいい。フレームが大きくて、ステムが短くてっていうのもなんだか今時のバイクっぽい感じがします。で、セットバック量を増やすであったりとか、サドルでもこう引き代がたくさんあるサドルを使うであったりとか、パーツの特性みたいなものをぜひ活かしてご紹介できるように僕らの方でも努めているんですけれども、何かご相談がありましたらぜひそのあたりはカスタム得意ですのでご相談いただければと思います。いろんなスタイルがあっていい、つまり多様性を認めるっていう風な部分ではサーリーらしいなっていう風に思いましたし、ミッドナイトスペシャルの語源みたいなものはすごく昔の動画になりますけれども、まさにそういう風な話をしていると思いますので、ぜひそのあたりは動画を、リンク貼っておきますのでご覧になってください。名前の由来みたいなものに関しては、そのシュガーランド刑務所だったりとか、みんなこう期待を込めたりとか、それこそ本当願掛けをしたりとかっていう風なことをしてたっていう風な、
昔昔からある由来みたいなものとかがあるみたいなんですよね。アメリカの民謡的なところもすごく多くあると思うので、はい、そのあたりについてお話しさせていただいている回がだいぶ前にありますので、そちらよろしければご覧になってください。はい、タイヤが太いロードバイクってやっぱりちょっと皆さんの中でピンとこないところあると思うんですけど、タイヤが太いっていうのはパンクしづらいという意味です。パンクしづらいという意味はいろんな道を走れるということです。つまりスピードを犠牲にしてタイヤを太くするといろんな意味で走りやすい場所が増えるよっていうふうなところを出していってくれています。スピード一辺倒で行く道よりも砂利道だったり野山だったりアスファルト、ペーブメント、そういう場所よりもダートを走ったりとかすると楽しく乗れますよっていうふうなことを示してくれたのがこのサーリーのミッドナイトスペシャルっていうふうなバイクになっております。コンポーネントはね、かなりこのライバルの11速フロントシングルっていうところで11速なんですけれども、ロングランでこのコンポーネントで作り続けていますね。写真をまたたくさん撮っております。ぜひそちらをご覧ください。はい、ありがとうございました。46のライラック、50のライラック、在庫入ってきています。でところどころ、黒の在庫があったりなかったりっていう風なところで、下の、概要欄の方にリンクを貼っておりますので、そちらの方から、在庫などを確認してぜひご検討いただければと思います。現金で決済していただける方は、性能運輸の営業所までは、お送りしますので、車で取りに行っていただければ地方までの配送も行っております。それは現金での決済の場合なので、もし送料無料でお送りしたいというふうな送ってほしいというふうな時はぜひ現金でご決済ください。はい、クレジットカードでの決済の場合は、送料の一部の負担をお願いしておりますので、まあ、皆さんの中で台所事情もきっとあるでしょうから、そこはご選択いただいて、ミッドナイトスペシャルって、まあ、サーリーの中で一番の人気車種です。なので、今のこの、まあ、スタイルとかご時世的にもとっても合ってるんじゃないかなとも思いますし、お早めにご検討いただければと思います。ものすごい勢いで売れていってますので、はい、ご検討ください。それでは今日はこんな形で終わります。今日ねちょっとライトカスタムしたんですよね。このヘッドパーツとここシートクランプ、こういうところを色を変えてるだけでもとっても可愛らしくなると思います。それでは今日はこんな形で終わります。最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。